走れ。はい、行きます。よーい、あっちさん少し下手にお願いします。下手担いで、よーい、はい、あっち。トラさんが飲みすぎて酔っ払ったシーン。渥美さんは病気を悟られないように必死で頑張っていたのです。はい、はい、実はこの一作前から渥美さんの主治医は出演は無理だと診断していました。行く先々で大勢のファンに取り囲まれてしまいます。みんな渥美さんが癌と戦いながら出演しているとは夢にも思っていません。48作目のマドンナは出演4回目の浅丘ルリ子さんが演じるリリー。言いたいこと何でも言ってやんな。さあ、早く行きな。スクリーンにはいつもの寅さんがいました。撮影は無事終わりました。そして9ヶ月後、渥美さんはこの世を去りました。このロケの時、渥美さんは26年間風天の虎を演じ続けたことについてこんな言葉を残しています。虎さんが手を振りすぎていたのかな、愛想が良すぎたのかな、スーパーマンが撮影の時に見てた子供たちが飛べ飛べ早く飛べって言ったってけども、スーパーマンはやっぱり日本の足で地面に立ってちゃいけないんだよね、だからトラさんも黙ってちゃいけないんでしょ。24時間手振ってなきゃね、ご苦労さんなこったね、飛べ飛べって言われてもスーパーマン飛べないもんね、針金で釣ってんだもんね。渥美清さんは風天の虎を演じきりました。そして男はつらいよシリーズは終わりました。